どうも、若者から最近すごい若者とか言っちゃったよジジイ。いやもうジジイだよ、もう28でもうすぐ29、うん、ジジイになるわけなんだけど、うん、最近さ、うん、すごい衝撃の言葉を聞いてしまって、うんうんうん、なんそれって思うやつ、うん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 、キセクって知ってる？キセク？キセク、キセルじゃないよ。キセク？キセク聞いたことない。調べる一旦、うん、キセク？俺もなんか 何が本当の意味か分かんない。女子大生が定義したナンパ用語集ってところに書いたんだけど、ナンパ用語集、ほん、すでに成功をした異性のことを、キセク、既読の既に、あ、はい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 、セックスでキセク、どんな単語作ってんだよ。じゃあそれやばそれを、うん、キセクと既読みたいな感じで、うんうんうん、ってことはキセクスルーとかもあるのか。どういうこと、もう頭パニックなんだけど頭パニックえ、キセクスルーで既読スルーは読んでスルーする、うん、キセクスルーはしてるけどスルーすることか、うん、だから、うん、そのじゃあまあもうキセク使うよ。じゃあキセクの子が飲み会に来ました、うん、はい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 、置いて帰ることはキセクスルーだわ。じゃああ、またもう一回そこで、じゃあちょっともう一回つって、うん、抱くんじゃなくって、でそれをスルーすること、うん、で一人で帰るとか、うんうん、なるほど帰るとか、そういうことは奇跡スルーだな。うーわ、新しいその言葉。で、その子って奇跡みたいな、うんうん、言われて、うん、奇跡、まあ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 奇跡だよみたいな、適当に合わせて一回俺、うんうんうん、知らんけど、うん、奇跡だよ、奇跡なのって、奇跡って何？適当に言ったけど、はい、じゃあそのことやったことあるってことだよね、うんうんうん、いや違う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 やば、何その単語、騙されたんだよな、それで言っちゃったんだね、その分かってないのに、分かってないのに、ああそうだよって言って、うん、っったら、なんか適当に言っちゃったんだよ、うん、そう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 みたいな、えみたいな、うん、したのって言って奇跡って何やば、その言葉、え、でもそれ女の子が考えたってこと、その 女子が作っ、なんかそういうサイトがあって、うん、いろいろあるみたいで、え、それなんか女子会とかでそういう言い方してんのかな、恐ろしいね、え、あいつキセクみたいな、あいつキセクみたいな、あーキセクキセクみたいな、うわいっぱいあるよ、弾丸速速純速純純速、はあ、っていうのが、うん、異性と成功すること、成功までの期間時間によって名称が異なる、はあはあ、スピード勝負なんだね。なるほどね、出会って何秒でみたいなシリーズだね。一番早いのは何、これが弾丸速、弾丸速、人によって感覚は異なるけど出会ってすぐの行為であれば弾丸速、弾丸、出会ったその日中であれば速、2度目に会った際であれば純速、はあ、純純速、純純純速となっていく。何それ、え、弾丸速むずない？え、だって会って出会って数秒で、だ出会って5秒で合体シリーズだよね、それ。え、そうそう、俺も今会ったそれ。どうやったらそんなことになるの？え、出会ってあずすんちょっとずつスーって感じになるね、スーっつっていくやつね、弾丸速。意味わかんないね、それ。じゃ次、今のがね、うん、あ、奇跡1位、はい、弾丸速が2位で、はい、3つ目、獅子、ライオン。どういうこと、獅子、東京都新宿区を指す。怖い怖い怖い、特に歌舞伎町のこと。おう、由来は新宿駅東口にライオン像があるからだと思われる、うん、ナンパ師の間で使用されることが多い隠語の一つでらしい、うん、え、じゃあ今日獅子行くみたいな、ちょっとライオン行くみたいな、ライオン行くって言ったら多分新宿でナンパするっていうことだ、ね、ああもうその一単語でってこと、ハチ公行くはハチ公の前でナンパだな。なるほどね、じゃ今日ライオンって感じ、ライオン、オッケー、港区なんだろうね、あー港区は六本木、まあ、六本木は六本木になっちゃうか、うん、すごいな。4位、はい、バンゲ、バン、え、バンゲじゃないよ、バンゲ、バンゲ、すっごい処理されてないっけ毛の話だと思ってる、バンゲでしょ、違います、はい、番号ゲットの略、おい意味わかんない、何において連絡先を手に入れること、バンゲ、
番下した番下した番下したあの子番下した、あ、まだしてないです、番下してないです。いや、今ちょっと番下行ってきます。番下行ってこい。っていう番下チャラチャラ、え、世の中にはものすごくチャラいやつがいるらしい俺だって多分足元にも及ばない5位、はい、あ、フクロウ、ライオンと同じぐらい池袋みたいなもの、そう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 、池袋を刺す、はいはいはい、おお、もうフクロウ行く、あ、分かってきてる分かってきてるよ、なんじゃこれっていうのがねめっちゃあるらしくて、え、これもう忘れちゃった、即やることなんだっけ、爆速だっけ、弾丸速、弾丸速、弾丸速はマジで、え、じゃあ、え、昨日さ、昨日ライオンで番下した女の子と、ええ、弾丸速だった、弾丸速だったんだよねっていうのでこの子とその子バッタラ入っちゃってさ、奇跡スルーしたんだよね、いや、弾丸速したこと奇跡スルー、え、今日はたまたままた会ってさ、奇跡スルーしたんだよ、奇跡スルーしたんだよね、もうでがダメじゃん、よくわかんないもんだってすごい、でもいっぱいあるこれ I O I、 え、何それ、これインディケーションオブインタレストの略で、うん、相手からの興味の表れ、ほう、で例えば手握ってみたら握り返してきたら、うん、あ、 I O I だなみたいな、普通の一時使えないね、そんなことだね、言葉いっぱいあるわ、案件、案件、物件、物件、男性もしくは女性の隠語、すごい、犬、あ、犬は渋谷区らしい、あ、八甲じゃないんだね、犬っていう、犬なんだね、だね、言葉いっぱいある、おかわりとか普通に書いてあるわ、あ、もうなんとなくわかるね、おかわりね、うん、おもろ、ぐだ崩し、ターゲットである異性が拒否する姿勢、かっこグダを示したとき、うん、承諾する姿勢へと変化させること、だから無理だなと思った子が、うん、をいけるようにすることかな、うんうん、それをグダ崩し、グダ崩し、グダってる女の子を、ああ、なるほどね、よくジローがやってるやつね、ええ俺グダ崩し俺グダ崩ししてるザオラル、何それ、一度指板、指板っていうのは連絡が返ってこなくなった女の子のこと、相手のこと、はあ、になった相手からの返信を得ようとするアプローチのこと、お、をザオラル、何ザオラル、どっから来てんのその言葉、だからドラクエでさ、うん、これは戦闘不能状態から復帰させる蘇生呪文なのザオラルは、はあ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 、で、じゃあ戦闘不能になってたはずの、うん、脈なしだったはずの女の子をにもう一度アタックすることを、うん、ああ、なるほどね、まさかドラクエ作った人もそこもそれ使われたしろ、使われるとはな TTT TTT トリプル T、 俺は、うん、ツルトンタンの六本木店は近くにクラブめっちゃあるから、うん、土曜の明け方とか、うん、日曜の明け方はクラブ帰りの人間でごった返すところが、うん、ツルトンタンで、ツルトンタン TTT、 おー、ツルトンタンって言えTTT って言うね、いちいちすごいね、世の中はね、気になるわ、最近やっぱキャッチャーのさ、うん、動画ずっと見てるから、うん、ビタ止め、おバシーンとね、ピシーンと止めるやつ、はい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 、声かけをした際に相手を立ち止まらせて会話をする様、ほう、主にストリートナンパ、かっこストナンジに発生する現象、ナンパした時にちゃんと立ち止まらせる、うん、ビタ止め、うわあいつビタ止めじゃんっていうチャラ、世の中にはとんでもないチャラいやつがいるみたいだぞすごそれ、でもあんまりその男性が女性にだけじゃなくて、うん、どっちもなんだね使う言葉がね、うんうん、ビタ止めして番下したんだよねビタ止めして番下して弾丸速だったんだよね、いやもうライオンでライオンでもう何言ってんの本当に、今日からライオンに行った時にもうよくわかんないいや犬行こうと思ったんだけどやっぱライオンにしてさ、今日はライオンだったんだよね今日はライオンだったんだ
ことはもう奇跡だよっつって。でもよくわかんないわ、もうめちゃくちゃだね。めちゃくちゃだよ本当に。そう、奇跡だけでびっくりしたのに、世の中にはこんな難しい単語がいっぱいあるんだと。やっぱ俺らダメだよ、情報全然得てないよ。俺たちは結構なんか、うん、まともな人間なんだなって思い始めた。全然遊んでないね、チャラくないね俺。全然チャラくない。トリプル T とか言ったことない。トリプル T って言うんだったら俺キリ…なんだっけ、なんだっけ、トリプル T ってツルトンタンか。ツルトンタン、俺ツルトンタンって言うもんだって。言うよな。私クラブとかだとさ、うん、声聞こえないから TTT 集合って言ったらさ、うん、分かるかも。ツルトンタンもいけるよ。ツルトンタン集合だってさ、うん、TTT バカだなこの回。すごいね。じゃあ世の中にはとんでもなくチャラいやつがいるらしい。想像を絶するレベルの武者震いするわ。もうちらまだまだだったね。ちょっとなんか、うん、奇跡でさえ俺ビタ止めになっちゃったんで。もう。うるさ。二度と使うなその言葉。